ハッピーです。今日は。パ・リーグの盗塁王に輝いた日本ハムの楊大観選手が今日契約交渉に臨み、大幅アップの推定で総額4億円の2年契約を結びました。もともと上に目指してまだまだやれるっていう気持ちですね。来年はやっぱそう、多分プレッシャーあると思うんで、それでこう受け止めて、まあ1年間は戦っていきたいなと思ってます。